オメガはスイスの高級腕時計メーカー。現在はスウォッチグループに属している。創業者であるルイブランの写真が添えられた本人の作業台ブランド、社名にキャリーバー名にちなむオメガを用いたことに象徴されるように、古くから多数の自社開発キャリバーを世に送り出しており、ことに1970年代までは新型キャリバーを極めて頻繁に開発、発売していた。 当時の例外はレマニアに開発以来、生産も同社によるクロノグラフキャリバー、キャル321を搭載したスピードマスターのみで、それ以外の製品はほとんど自社製、キャリバー搭載であった。クォーツショック以前の前世紀には、天文台での腕時計クロノメーター検定開始に合わせて開発され、ロングセラーとなった手巻きの 30mm キャリバーこと、キャル 30K。 多くの派生形を生み出した自動巻きのキャル 550K など自社設計、生産の名機を排出、それら高品質な量産型キャリバーをチューニングのみで、クロノメーターモデルとする高度な技術力を持っていた。一時期は、ムーブメントのジータ全体、自動管ローターを尺度をめっきじとてとした美しい仕上げを特徴とし、また1960年代におけるハイビート化の流行をいたずらに追わない、 堅実な技術志向も見せた。現在では高級時計ブランドであっても、ムーブメントを自社製造していない時計メーカーも多く、オメガも1970年代以降は ETA 製ムーブメントを多く用いるようになったが、シーマスターアクアテラ等に使用されている CAL8500 シリーズのムーブメントは、ジータや装飾も含めて、オメガによる100%自社開発のムーブメントである。また、 キャル8500以外のムーブメントについても、クロノメーター認定を取得できる、高精度に調整する安価なカム方式ではなく高価なコラムホイール方式を採用する独自技術の高アクシャル機構を搭載するなど改良を凝らしている。なお1970年代には自社製クオーツムーブメントを手掛けた時代もあった。1958年発売のコンステレーションから18、 キロローズゴールド第二次世界大戦後は特定のコンセプトを持つ製品群に包括するモデル名を与えるようになった。シーマスター、スピードマスターはそれぞれ防水型やクロノグラフのネームとしてコンステレーション、デビルは高級機やドレスウォッチのネームとしていずれも長年用いられている。1953年からは従前特に オメガ以外のネーム表記がなかったモデルにも、ジュネーブ・ゲネベイの愛称を与えていた時期があったが、このラインは1970年代で途絶えている。1950年代から60年代にかけ、シーマスターの派生型として、対時設計モデルのレールマスターや夜行針、文字盤を持つランチェロも生産されたが、これらは長期にわたる定番モデルにはなっていない。コンステレーションとは、 英語で星座の位。1952年に発売された。文字盤61にある星と裏蓋の天文台が目印であり、発売当初から半回転自動巻き機構を搭載するなど、技術的先進性を誇った。コスックのクロノメーター検定に合格した機械を積んだ高級ラインであり1960年代の日本では、高級時計の代表的存在であった。 クオーツショック後一時すべてクオーツモデルになっていたが最近再び一部自動巻きの機械式が発売されるようになっている。デビルはフランス語で街角、街路の意。1967年発売。ドレスウォッチ、ドレッシーなカジュアルウォッチをラインナップしてきた。もともとはシーマスターの薄型バージョン向けダブルネームとして1963年から 発売されたシーマスターデビルが元であるが、ここからドレスウォッチ的な性格を強めたモデルとしてデビルが独立して生まれた。モデルによっては高アクシャル機構を採用し劣化の低減に成功している。シーマスタークロノグラフシーマスター007限定シーマスターは防水時計のブランドマリーンから発展した。1948年発売。 当初は通常オメガ製品のうち、後年における日常生活防水レベルの防水機能を備えたタイプに与えられたネームで、非防水モデルとのデザイン差はあまり大きくなかったが、1950年代後期以降はダイバー,アーツウォッチとして防水性能を大幅に強化したヘビーデューティ系のプロフェッショナルも開発されるようになり、以降このネームを持つシリーズには、 極めて多彩なバリエーションが見られる。多くの製品の裏面に、防水を象徴する、伝説上の怪獣、シーホースの刻印が入るが、プラネットオーシャンなどのシースルーケースの製品には、シーホースは見られない。プロフェッショナルモデルは、手動式のヘリウムエスケープバルブを搭載することで、ヘリウム飽和潜水時の風防の破損を防いでいる。バルブを解放した状態でもご気圧の防水性能を、 持っているが、水に濡れる際は、バルブは閉めておく方が望ましい。裏蓋には、波模様とシーホースが彫られている。アメリカスカップモデルや、ジャックマイオールモデルなどの限定モデルがある。アクアテラは、ヘリウムエスケープバルブと回転ベゼルが排除され、ドレスウォッチとして使用できるようになった。そのため、飽和潜水には対応していないものの、150メートルの防水性能を持っている。 2220以降のモデルでは、いずれの個体にも高アクシャル機構を採用しており、簡易メンテナンスで、飽和潜水が可能なモデルも登場している。クロノグラフもラインナップされており、プロフェッショナル、プラネットオーシャン、ブルヘッドに採用されている。通常のクロノグラフは、水中では使用できないが、シーマスターのクロノグラフは、水中でも操作できるようになっている。 1990年代後半には、オメガマチックと呼ばれる自動管発電機構を搭載したクオーツも登場したが、現在では生産されていない。映画、007シリーズで、ジェームズ・ボンド役のピアース・ブロスマンを呼び、ダニエル・クレイグが着用したダイバーアッツ・ウォッチとして知られている。なお、007の原作に出てくるのは、ロレックスである。ダニエル・クレイグ役のジェームズ・ボンドは、 シーマスターアクアテラを愛用している。だが、クレイグ本人は、私生活ではロレックスを愛用している。旧モデルのシーマスターアクアテラは、文字盤の模様が縦縞新モデルのシーマスターアクアテラは、文字盤の模様が横縞スピードマスタープロフェッショナルスピードマスタープロフェッショナル、スピードマスターの原型は、シーマスターに、手巻きのキャリバー321を搭載した。 シーマスタークロノグラフであり、裏蓋のシーホースにその名残を伺うことができる。1957年にスピードマスターとなった。アメリカ航空宇宙局採用を機に1966年スピードマスタープロフェッショナルと改名し、1968年には機械がキャリバー861に変更された。1997年には機械が キャリバー1861に変更され、現在でも市販されている。堅固なモデルとして知られるが、多重ケースによって、ショックを吸収できることと、自動巻き機構や日付表示が搭載されない、トークロノグラフとしては、機構が非常にシンプルであることによると考えられる。無重力状態で、ガラスが破損し空間に破片が飛び散ることを防ぐために、プラスチック製の風防を採用している。 風防がプラスチック製であることと、リューズトップ種の構造上、防水性はほとんど期待できない。近年100メートル防水となっている、ブロードアローも同様である。機械はアルベールピゲ設計のヌーベルレマニア製。後に、エタ製、またはフレデリックピゲ製自動巻きムーブメントが搭載され、プロフェッショナルより一回り小ぶりなスピードマスターオートマチックが追加された。 また、アメリカ航空宇宙局と共同開発したクオーツ式、スピードマスタープロフェッショナルモデル X-33 も発売されている。プロフェッショナル、オートマチックともに非常に限定モデルが多い。プロフェッショナルの場合、誕生した年より何十周年か経過すると、周年記念モデル、各ロケット、スペースシャトルの打ち上げた年より何十周年か経過すると、 5周年記念、変わったところでは、スヌーピー、銀河鉄道39等とコラボレートしたモデルも存在する。オートマチックの場合、下記の M シューマッハモデルや丸い限定モデル等が存在する。2007年には誕生50周年を記念して、ファーストモデルを復刻したが、ムーブメントも初期のキャリバー321を忠実に再現したものとなっている。また、この年は、 チャリティーオークションにて、デッドストックかつスウォッチグループの保証付きのファーストモデルを出品している。アメリカ航空宇宙局公認1965年に、アメリカ航空宇宙局は宇宙空間でも使用に耐える腕時計を選定するため時計店の店頭で、各社各種の時計を購入して、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性など様々な試験を行い、この結果、 スピードマスターのみが合格したため、スピードマスターはアメリカ航空宇宙局の公認クロノグラフとなった。アメリカ航空宇宙局がスピードマスターを選定したと発表があった後、代々の重役を国防省からの天下りで構成していた当時のアメリカ大手時計メーカーであったブローバより国家的プロジェクトにはアメリカ製品を使うべきではないかとのクレームが入り、 ブローバの技術陣が特別に一つのみ製作したクロノグラフとスピードマスターによる再選定を行ったが結果はスピードマスターの勝利であった。なおも食い下がる元海軍提督のブローバ社長に対し選定委員はあなたの会社の製品ではアメリカの威信を守ることはできませんと選定終了を宣言している。しかし当初は無重力化で通常の機械式時計が どう動作するか分からなかったため、コックピットクロックは音差によって制御される、ブローバ製の電気時計、アキュトロンが採用された。アポロ計画でも使用され、1969年には、月面に降り立った、最初の腕時計という栄誉を獲得、それ以後裏蓋には、ファーストウォッチウォームオーエヌザムーンの文字が刻まれている。1970年アポロ十三号が月に向かう、途中で、 酸素タンクが爆発するという大事故に遭遇し、広報用コンピュータが使用不能になったが、スピードマスターを用いてロケット噴射時間の制御を行い全員無事生還を果たしたことで、さらなる信頼を得た。また、スペースシャトル計画の船外活動時において、この機種以外の使用は認められていない。ただし、1971年にアポロ15号による月面探査の際には、 宇宙飛行士、デイビッド・スコットは、NASA の使用規則を守らず、ウォルサムの時計を使用した。その他、オメガは、ブローバのオンサ・ムーブメント・キャリバー1255を搭載した、モデル、スピードマスター・スピードソニックを1973年に、スピードソニック・クロノメーターを1975年に、販売している。ウルトラマン日本の特撮ヒーロー番組、ウルトラセブンに登場する。 地球防衛軍の精鋭部隊ウルトラ警備隊の隊員に正式採用されている描写がある。2018年7月には、つぶらやプロダクションの許諾を得て、スピードマスターリミテッドエディション 42mm ウルトラマンを全世界2012本限定販売した。ミハエル・シューマッハ F1 ドライバーのミハエル・シューマッハが、以前からオメガの大ファンであることを、 テレビ番組で知ったオメガの社員が彼に個人スポンサーのオファーをし契約された。その後もシューマッハはスピードマスターを愛用しているだけでなく現役時代にはもちろん引退後もその異様を称えて記念限定モデルがリリースされている。下記以外にも多数のスポーツ大会の掲示を担当している。またパラリンピックや FINA、マンタチダイヤモンドリーグ、IBSF、 ボルボオーシャンレースの公式掲示も行っている。ありがとうございます。